人型爬虫類、人型爬虫類、人型は虫類、レプタリアン・ヒュームノワズとは、SF、ファンタジー、UFO 研究、陰謀論などで品質して存在が主張される、ヒューマノイドのこと。リザードマン、リザードマン、リザードピーアップル、リザードフォーク、サウリアン、ドラコニアン。スネークピープル、スナックピープル、レプトイド、レプテイズ、ディノサウロイド。 ダイナソロイズ、チタウリ、チタウリ、などとも呼称されている。イギリスの著述家で陰謀論者のデイビッド・アイクがスピリチュアリズムに着想を得て、この存在がプロブレムリアクション・ソリューションの証拠だとする1999年に出版した大いなる秘密が広く知られるようになった端所である。デイビッドはこの中で爬虫類系の宇宙人が人間の形状で人間社会を操作して、 政治的権力を得て地球を操っていると主張する。このアイデアは主に疑似科学やオカルトの愛好家によってよく取り上げられるが、存在を肯定する根拠の検証や実証は難しく、また存在を否定する反証も難しい科学哲学を含むため仮に留まっている。レプティリアンヒューマノイドも一般的な名称である。和名に一般的なものはないが、レプティリアン レプタリアンは、爬虫類を意味する、レプタイル、レプタイルの形容詞型であり、本項目では、爬虫類に属するという意味で解釈する。また、ヒューマノイド、ヒューマノイドは、名詞で人間の形をしたものという意味がある。以上より本項目では、英名を人間のような姿をしているが、爬虫類的要素を持つ、正体不明の生物と解釈し、人、 人間の学名型の爬虫類と呼ぶことにする。なお冒頭で挙げた、人型爬虫類の別名は、文献によって、次のような訳語が与えられることがある。古今東西あらゆる文化において、いろいろに描写される、人型爬虫類は、神話や伝承において、広く見られる。アテナイの初代王、であるケクロプスは、半人半蛇とされる。例として、これは、ペルガモンの大祭壇。 ににあるる、る。フリーズ、と呼ばれれ装飾壁に描かれているギガアス、巨人族などの描写も見られる。これらのペルガモンの彫刻の一つに、両足の間に巨大な蛇がいる、クルテロス、クレテイロスという巨人が見られる。北風を司るギリシャ神であるアネモイも、ギリシャの地理学者であるパウサニアスによって、両足の間に蛇がいる、翼を持った男として描かれている。 古代イギリシャの一部で崇拝の対象であったクリコンは顔が人間である蛇の神である。インドの経典や伝説に登場するナーガは爬虫類的な存在であり地下に生息して時に人間に対して脅威を与えていた。いくつかの書によるとナーガはかつてインド洋の波頭の下に姿を消したとされる想像上の大陸に暮らしていたと言われている。また、 サルパも爬虫類的な種族として、インドの経典に言及されている。ナーガ、サルパは、主子の陰王語と関連を持つとされ、英語ではそれぞれ、スネーク、サーペントと対比されることが多い。なお、仏教で竜と関約される語は、ナーガのことを指す。ナーガラージャ、八大竜王を参照。漢字文化圏における竜は、有形のものとしてみなされることもあれば、 無形のものとして見なされることもある。時に、竜は完全な人間の姿で現れるという設定もあるが、人型爬虫類として描かれることは稀である。中国、朝鮮半島、日本において、竜王とその末裔が住む海中の国があるとされ、同様に竜の一族の血を引く家系について言及されることもある。この家系は、 しばしば東アジアにおける皇帝たちの由緒とされ、彼らは自在に人間の姿から竜の姿に変化できると信じられていた。浦島太郎などに登場する竜宮もこの海中の国にあるとされる。また、前漢の初代皇帝の竜邦の老い立ちについて、竜にまつわる伝説が伝えられている。日本では河童という川に住み、 通りがかりの人々に襲いかかる人型爬虫類についての伝承が存在する。ただし、現在のカッパ像はかなり偏っており、伝承上はされあるいは亀に近いものが多く、昭和頃の馬としての目撃団の方が爬虫類に近い。カッパ実在性参照。中東においてドラゴンや蛇人間の類をはじめ、人まで含めると人型爬虫類は、 古代から話題にされてきた、義書と応募式、ヤシャルの書、と称する文献に、人がて爬虫類の記述がある。旧約聖書の創世記によると、善悪の知識の好みを食べるようエヴァをそそのかした蛇、に対する罰として、ヤファウェは、以下のように告げた。エホバ信者にことたマイケルは何時、ゼオタメタルによって何時は、諸の家畜とのモ諸の銃よりもまさりて呪いはる何時は、 復興て、一生の間、ゴミを食うべし、創世期3時13分、ヒエロニムスボスの絵画、最後の審判など、西洋美術において、蛇の親トカゲの足を持つ女性が幾度も描かれているのは、聖書に蛇が登場しているためである。オタワにある、カナダ国立自然博物館の脊椎動物の化石に関する学芸員である、古生物学者、デール・ラッセルは、 1982年の思考実験により、もしも、畜種ルーブ隕石が衝突せず、6500万年前に恐竜が絶滅していなければ、トロードンのような二足歩行をする肉食恐竜、獣脚類は、人によく似た形質を持つ知的な生物に進化したかも、しれないと推測した。獣脚類トロードン化の恐竜は、ある程度ものを掴んだり握ったりすることができる。 かなり器用な指と立体し可能な目を持っていた。ラッセルがディノサウロイドと呼んだこの架空の生物は、トロードン科の他の恐竜と同様に大きな目と両手に、それぞれ三本の指を持っていて、三本の指のうちの一つは、人の親指のように別々に動かせるという。現代における大部分の爬虫類、あるいは鳥類と同様、ディノサウロイドの生殖器は体内にあるだろう。体盤は、 大きく発達する脳を包む、頭蓋骨の形成に役立つとの観点から、へそも必要だとラッセルは想像している。他方で、チブさがないので、親のディノサウロイドは、子供が幼い間は、現代における鳥類のように餌を、胃から出して、子供に与えることになるらしい。また、ディノサウロイドの言語は、ある種の鳥の鳴き声のようなものになるらしい。 ラッセルの奇想天外なこれらの推測はそれ以来、他の古生物学者の批判を持って迎えられ、彼らの多くが擬人感が過ぎると指摘した。グレゴリー・エス・ポールとトーマス・アル・ホルツ・ジュニアは、そのような人間らしさはうさんくさいと考え、たとえ大きな脳を持ち、高度な知性をトロードン科の恐竜が獲得したとして、地面に対して水平な姿勢と長いをと言った。 普通の獣脚類の恐竜と同様の形質を保持し続け、おそらく人間の手というよりむしろ、くちばしや両足を使った鳥のような方法で器用に物を操るではないかと主張した。ディノサウロイドを再解釈し、小枝や羽を用いて描かれたディノサウロイド洞窟アートなるものを作り上げた、トルコ人芸術家のネモラムジェットのようなものもいる。洞窟アートには、トロードンのほか。 私的な恐竜や抑留が描かれている。未確認動物学として、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州における、スケープオアヌマのトカゲ男の目撃例は、長年の間ルフし続けた。この未確認動物は、スケープオアヌマで最初に報告されて、以来、現在まで、その目撃が主張されている。現代において、人型爬虫類に遭遇したことがあると主張する。 人々がいる。このような場合、事件の多くが未確認飛行物体、UFO がその一端を担っており、エイリアンによる誘拐事件の証言には、時折人型爬虫類との接触が言及される。最も古い報告の一つに、アメリカネーブラスカ州のアシュランドの警察官であるハーバートシェルマーの誘拐事件がある。1967年12月3日、 アシュランド近郊に出現した UFO によって連れ去られたとシェルマーは主張している。そこで出会った人型の生物は身長が140から150センチメートルほどでぴっちりとした銀色の服と靴と手袋を身につけていたという。頭は薄く、人間の頭よりも長く、顔の皮膚は銀白色で平らの鼻、切れ長の目を持ち、口は切れ込み状で会話している時も ほとんど動かなかったという。彼らは外に出る時だけ、翼のある蛇の紋章を左胸につけていたという。彼らは別の銀河から来て、すでに地球に基地を築いていると、シェルマーは主張している。人型爬虫類に関する陰謀論は多岐にわたる。いわゆるグレーは、実は、爬虫類であるだとか、レプトイド、爬虫類的生物に分類されるはずだと信じる者も、いれば、レプトイドは、 グレートは全く別種の生物だとする者も,もいる。また、デイビッド・アイクに代表される陰謀論者は、それらの生物は変身することができると主張している。著述家のデイビッド・アイクによると、人型爬虫類は人間社会を巧妙に操作する世界的陰謀の黒幕的存在であるという。彼は、世界の指導者の大半は、流座にあるアルファ星系からやってきた。 身長2メートルで血を好む人型爬虫類、レプティリアンがその正体であると力説している。デイビッド・アイクのインタビューによると、イギリスの王族の正体は人型爬虫類のエイリアンたちで自在に姿を変えることが可能であると、ダイアナ妃の自称親友であるクリスティン・フッツ・ジェラルドがダイアナ妃に話していたという。アイクはアメリカ大統領の多くも人型爬虫類であると主張している。 また、アメリカ同時多発テロ事件以降のアメリカの外交政策も人間たち奴隷化しようともくろむ人型爬虫類の仕業であり、ブッシュ大統領もその手先であるという。アイクは、ゼカリア失賃の小説、謎の第12惑星、現代トゥエルフスプラネットで描かれたアヌンナキと、自説の人型爬虫類との関係を指摘している。謎の第12惑星によって、 人型爬虫類をアヌンアキと同一視して言及する他の陰謀論者が出てくるに至った。しかし著者の失診自身はアヌンナキを爬虫類ではない純粋な人型ありとして描いている。1990年代に南アフリカのシャーマンであるクレドムトワは自身の遭遇したアブダクション体験からズールー族の伝説に現れる。 奇妙な連中を異性からの来訪者と解釈した。その中の一種である人型爬虫類チタウリ。チタウリは人に害を与える危険な種としており、宗教的共振者に好んで接触し、宗教を通じて人類を分裂させ地球征服を目論んでいると述べた。ムトアはデイビッド・アイクと交流があり、引用やコラボレーションが多数行われている。アイクの制作したビデオ作品、 爬虫類問題の中で、ムトワは、レプティリアンとチタウリを同一のものとし、チタウリが数千年にわたり、人類を支配してきた姿を変える人型爬虫類であると主張した。ジョン・ロードは、人型爬虫類の目撃例や、遭遇例を、人々の間に広めた、最初の人物である。ロードは、r e p t o、I、d s c o m というウェブサイトを設置し、 人型爬虫類の行動を収集、検討し、発表した。彼はテレビやラジオ番組にも出演し、人型爬虫類について、自らの見解についてインタビューに答えている。ロードの主張によると、人型爬虫類のうちの大多数は恐竜の子孫であり、進化論における生物学的副産物であるという。ロードは、 科学的試みの一例としての1980年代における上記のデール・ラッセルの思考実験を引用し、自節の進化したレプトイド理論と相互に関連するものとした。今までは人々の注意が指定ではなく地球から遥か遠い宇宙にそらされていたので、指定に潜む人型爬虫類や失われた古代、文明というテーマが未だに謎のままなのだとロードは述べている。 人型爬虫類はファンタジーや SF においてよく扱われるテーマである。多くの人々が一般的に抱く爬虫類への嫌悪感のため、このようなキャラクターは悪役として登場することが多い。ある指揮者は以下のように述べている SF 作家や映画監督はキャラクターが私たち読者や視聴者にどのような影響を与えるかよく理解しているので、 劇的な効果が十分に得られるようキャラクターを作り上げることができるのです。可愛らしい子供やペットを連想させるようなものは私たちの目には好感を持って映りますが、トカゲ、そう、ルックスに問題のある生き物たちにはちっとも好感が持てませんね。多くの動物は大きな目や目のような模様によって恐怖感や逃避反応を引き起こされがちです。これの納得のいく。 説明の一つに、大きくてギョロッとした目は、多くの場合、肉食動物が持っているから、ということが挙げられます。大きな目や目のような模様は、人間にも恐怖を与えるでしょうし、この恐怖感のおかげで、ギョロ目のモンスターに対して、嫌悪感を抱いてしまうのでしょう。ネバネバが、恐怖感の原因であるという説明もある。アルバータ大学英語学科名誉教授のアール・ロードン・ウィルソンは、 ハイドラの反感のイメージの中で以下のようなテーマを研究している。グロデスクな描写を強調するジャンルのおかげで、ホラー映画は、ジトッとして、ドロドロした場面が多くなり、映画、エイリアンにおける異形の怪物が信じられない様子で、口から、得体の違いへ期待を滴らせ、このようなネバネバによって連想される、より根本的なものは、エイリアンが、 まだ発達途上の段階にあるということである。これは、過当な生物から人間へと変化していく、進化の法則に抗う、輪廻の悪夢というものである。ただし、実際には、ネバネバ、ジトジとは、両生類の特徴であり、ほとんどの爬虫類の表皮は、むしろ哺乳類より乾燥している。ネバネバ、ジトジとした、爬虫類こそが架空の創作物であり、爬虫類への嫌悪感。 または、偏見が、このような描写、あるいは誤解を生んだとも言える。人型爬虫類は、様々な形で登場し、短編長編小説、漫画、テレビ、映画、ゲームなどで人気の題材の一つである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。